リアリティではあるかと思いますね社長の方は高校生の時から、まあ、イベント支配っていうのもやっていまして総工の独り言テレビのニュースとかワイドショーで顔にモザイクかけて声も変えて匿名でその関係者としてインタビューとかされてるのっていくらその辺変えてもその人に近い人が見たら。 体つき雰囲気とか服装の感じなんかでわかるもんなんちゃうんかなとか思わないですかあいつに似てるけど確証がないしなとかで済むもんなんかな。